下に踏み数路上のラジオレイディオオンザストリート。ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で第152回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が、毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。今日もですね、リスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。ラジオネームタンポポサラダさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいております。今回のジャニーズの性加害問題は、今更メディアの忖度などといった方向からも騒がれていますね。被害者の方にはお気の毒だと思いますが、本当にその論点で言えば今更です。日本のテレビや新聞など大きなメディアはちゃんと仕事をしてほしいです。もはや現代社会では真実の情報がないと命に関わります。福島の汚染水だって本当に大丈夫なんでしょうか。マイナンバーカードにもマスコミはしっかり怒ってほしいです。そして何よりも本当のことを知らされず、あるいは雰囲気作りだけされて、軍事費が膨らみ税金がどんどん高くなる、私たちが働いたお金で人殺しの道具を買うなんて許せません。大きい声が出せるマスメディアさん、もっともっとしっかりしてと言いたいです。ラジオネームタンポポサラダさん、お便りありがとうございました。本当に、ね、おっしゃるようにですね、このマスコミがですね、劣化しているというか、例えば東京オリンピックってこれ全てのメディアがスポンサーになっちゃったんですよね。なので東京オリンピックが始まると一切オリンピックの批判記事、批判テレビがなくなりました。大阪万博も同じような構図になってまして、メディアがですね、この破綻確実の万博に関して靴の上から足かいたような、そんな報道に終始しておりますので、ミニコミの出番ですよ。この路上のラジオの出番だということで、ますます頑張らなあかんなと思っている次第です。さて今回の路上のラジオのゲストは思想家の内田達さんです。いつも研ぎ澄まされた感性と鋭い視点で社会を切り取り、冷静にご自身の言葉で発信されておられる内田さん、今回も神戸市にあります道場外風館にお邪魔してインタビューをしてまいりました。今回のテーマは、なぜ維新が伸びて岸田内閣が続くのか、その謎を解き明かすです。それでは今回も聞き応えたっぷりの60分間どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。路上のラジオレイディオオンザストリート、今私はですね、内田達先生の合気道の道場外風館にお邪魔しております。それでは内田先生、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、内田さんね、今回のテーマはなぜ維新が伸びて岸田内閣が続くのか、その謎を解き明かすと題してお送りしたいのですが、うん、前半は維新からいきたいと思います。うん、関西でですね、僕維新嫌いやいう人増えてるような気がするんですよ、僕の周り見たらね。さあけど選挙になったら勝つんですわ。うん、これ一体何やろうな、これどういう現象が起きてるのか、やっぱイメージ戦略が長けているのか、先生どう思われます、この大阪、兵庫、京都で維新が強くなってるのは。これはね、よくわかんないんですよ。正直言って、で、はい、既存のっていうかね、これまで の、はい、政治的な言語では維新 の、 この人気っていうのはちょっと説明がつかない気がするんですよね。はいはいはい、多くの、まあ、大体左翼系の人たちっていうのは、まあ、メディアのせいだという人が多いんですよ。はい、メディアその周りでも余裕でますよ、みんなきちんとですね、はい、大阪の府民市民に対して、そうそうそう、維新が何をやってるかってことをきちんと報道しなくてですね、大本営発表みたいなことばっかし報道していて、はい、その吉本の芸人とか吉本を吉本しているせいで、うん、市民たちは実像を知らないんだと、はい、維新はですね、はい、本当は何であるか知らないので、はい、騙されて支持してるんだというのが大体左翼リベラルの人たちの維新批判なんですね。そうですね、だから、いわゆる啓蒙論ですよね。はい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 、はい、愚かな不民市民たちにですね、はいはい、真実を伝えれば、はい、彼らははっと目が覚めて、はい、維新ってなんて悪いやつらだったんと言っていて、うん、支持するのをやめるというのが左翼の人たちの、一心論なんだけど、はい、僕も長くこう10年以上見てきてですね、それはないだろうって今思うんですよ、ね、だって橋下徹という人が知事になった2008年ですから、もう15年ですよ。
15年間ずっとやっててですね、はい、で大阪で何が起きてるかってことはその、ね、教育とか医療の問題とかですね、はいはいはい、行政サービスの劣化とかそういうことをずっと見てきて、あと維新の議員たちがですね、さまざまな不祥事を次々と起こすこと、さすがにこれは隠せませんからね、はい、こういう事実を見てきたときにいくら粉飾していってもですね、維新という政党の実相っていうのは有権者はもう分かってると思うんですよね。15年も続いたらね、分かった上で支持してるってことは、はい、今の維新のあのやり方ですね、はい、あのイデオロギーとかあの政治的な姿勢っていうのが支持されてるってことなんですよね。はい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 、つまり、はいはい、なんつうのかな、本当に悪いやつらだからかひどいやつらだから、うんうん、いやそれね今でも覚えてるんですけどもね、思えば2008年ですよね、はい、橋本徹が大阪府知事に立候補するときに、はい、僕まだ大学に在職していたので、はい、ははははゼミの学生にですね、今度橋本徹が大阪府知事選に出るときにも、はい、みんなどう思うってですね12人いたゼミ生に聞いたんですよ、はいはい、そしたらね12人中10人がね、はい、公表するって言うんです。で、これびっくりした。やっぱり当時すごい人気でしたもん、橋本って。みんなだからその頃20歳とか21ぐらいの学生なんですけど、はいはいはい、内田ゼミの学生です、ね。内田ゼミの学生でも俺の話を2年間ぐらい聞いたはずなのに、思わずなんでって聞いたらね、はいはい、あのすぐ感情的になるところが好きとかね、言うことが支離滅裂だからとか、隣のお兄ちゃんみたいっていう。でもそれって政治家としてはダメな資質じゃないですか。支離滅裂というのは隣のお兄ちゃんみたいだ。あ、隣のお兄ちゃん、はい、あの偉そうな政治家じゃないと。あ、なるほど。言ってることが変、なるほど、あの論理性がないとかですね、はいはい、そういうところが隣のお兄ちゃんみたいで親しみが持てるって言ったんですよ。でもそれ聞いた時にね、いやね、そのはい、言ってることが支離一貫していないとか、ね、没論理であるとかすぐ感情的になってですね、はい、人を罵るとかいうところが、はい、そこがいいって言われちゃったら反論のしようがないっていうね。あの、ちなみにその女子大学でしたよね、だから女学生ですよね。 そうです。その言ってることを支離滅裂とか、うん、今はこの DV 男に なるね、いきなりボカッとどつくような女性からしたらちょっと警戒さなあかんやつちゃいますの、本来なら。どうなんでしょうね、とにかくその子たち、だから僕はちょっと本当に驚いたんですけどね、はい、ああいうタイプがいいんだっていうんですよね、はあ、政治家としては全く斬新な、今までいなかったと、はい、政治家ってやっぱりなんだかんだ言いながら、はい、まあこうね、まあまあ、ひどいやつもいましたけど、はい、基本的にはある程度きちんとした、まあ、見識も高いし、一応ね、あの占領と言われるだけあってですね、はい、一応表向きはね、その新自然としているっていう、まあ、隣のお兄ちゃんのイメージはないですね。隣のお兄ちゃんみたいなことを前面に出して、はい、それで政治的に成功するっていう、そういう戦略を取った人って、うん、彼の前にはね、あんまりいなかったと思うんですよね。それはいましたけどね、はい、あの川村たかしとか、あ、はいはいはい、僕はなんか、まあ、似たようなもんです、田中角栄とか大野真帆とかすごい昔、まあ、田中角栄はまだマシかなと思いますけどだけど、まあ、はい、そういう土地のボスみたいな人がですね、はい、政治家になってるみたいなことはあったんだけども、でもああいうふうにですね、そのいわばテレビの世界からですね、その、まあ、飛び出てきて、タレントの人がピュッと飛び出てきて、はい、でその特に政治的な見識があるわけでもないんだけども、だからとにかくすごい身近に感じるですね、自分たちと同じぐらいのレベルの人間だっていうですね、その安心感があるって言われたときに、それだと確かに負けるなと思ったんですよねこれには勝てないと、はい、いやでもね、それはまあ2008年その斬新な斬新なイメージで橋本徹出てきた時ですけど、その後ですね、従軍慰安婦はあの仕方がなかったとかね、うん、あのまあいろんなリストラしたりとかして、うん、だいぶその底が割れてきて、だから僕もね、まあ 4,5 年したら消えていくやろ思ってたんですけど、これが消えないんですよ。これなんでなんかなと思って、うん、はい、どっからだから、その日本の有権者たちのですね、はい、あの表に口に出せないような欲望みたいなものです、はい、彼らが代弁し、はい、代わりに実行してるっていうですね、なんつうのかな、自分たちのこう、はい、普段お資格しているんですね、攻撃性とか暴力性とか、うんうんうん、非論理性とか、はいはいはい、なんつうのかな、差別意識とかですね、はいはい、そういうものっていうのを彼らが代わりに演じてくれていると、はい、そのことに対するでしょうね、共犯関係、はい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 、それがやっぱり維新の支持の一番あのそこにある心理的事実じゃないかって、これアメリカのトランプと似てると思います、ね、似てます。これ言うてもええのいうこと言うから、逆にポピュリストって全部そうなんですよ。あ、そうね、普段それは言っちゃおう、それを言ったらおしまいでしょっていうことを平気で言う、はいはいはい、あとやっぱとにかくそのね、
あの前後全く違うことを言って、それあなた前言ったことと矛盾するじゃないですかっていうことに関して、これ一切気にしないっていうですね。そうそう。これね昔ね、あの話横行っちゃいますけどね、はい、あのケンジだった友達にやったことがあって、あ、ケンジね、はい、ケンジさん、はい、よくテレビドラマでね、はい、あのね、その追求してるじゃないですか、追求して、お前はさっきこう言ったけど、うん、実はこうじゃないかと言ってね、はい、あの前後の供述の矛盾をつくと、はい、犯人がすいませんと言って、はい、私が犯人ですっていうシーンがあるけど、はいはい、あります、ね、あれは全部嘘って言うんです。あれ嘘ですか、うん、あの活動でも食うかとか言って、ね、うん、とにかく昨日言ったことと今日言ってることの供述に矛盾があるなんてことはいくら指摘しても、はい、あのプロの犯罪者っていうのは、はい、あ、そうですかって言いながらヤクザなんかはですね、じゃあ今日言ったことは本当ですみたいな、なるほど、なるほど、平然と言って、その本当に言われたって今でも覚えてるんですけどもね、前後の供述の前後の矛盾を指摘されて、うん、それでボロボロ崩れるのは、はい、内田お前みたいなやつだ、自分のことを、ね、知的だと思ってるやつは供述の矛盾を突かれると崩れるんだ、うん、だそんなやつはいねえってね、その彼に言われた時に、はい、そうか、結構そのことずっと心に残ってですね、で今度分かったんですけども、はいはい、そのあの人たちに言ってることがおかしいじゃないかと、うん、前こう言ったけど今度は違うことを言ってると、うん、前後矛盾してんじゃないかと言っても痛くも痒くもないんですよね、はい、なるほど、もう平然と嘘がつける、はい、あ、これね僕ね分かります、あの橋本という人はねプロですわ、うん、平然と嘘ついてもあのしっかり嘘つける、吉村はね目が泳ぎよるだからね橋本のレベルまでいけてない、最近ね万博の話されたら、うんうん、ちょっと目泳いでんね、うん、そうですね、だからやっぱり橋本という人はやっぱりそのあのケンジさんが言わはるプロですわ、そうです、ね、プロ級の嘘つきやわ、うん、だからそれ、うん、まあ、みんなそのマナーを学んでいて、はい、基本的にその論理矛盾を突かれたりとか、うん、職限を咎められたりってことについて、うん、痛くも痒くもない、はいはいはい、そんなこと、それを言われて崩れるのは、うん、あの知性的な人間とかね、あ、論理的な人間と人から思われたいと、はいはいはい、思ってるやつは崩れるけど、ね、崩れるけど思われたくないし、思われていないことによってポピュラリティを獲得してるわけなんで、その場その場で勝てばええねや、そう、橋本という人、そうやもん、まさにその場その場でね、うん、嘘ついても、うん、いや、これあんた言ったこと間違ったんですよ、はい、ってね、うん、勉強してくださいみたいなこと言って、あ、そうそう、バーッと言っちゃって、はい、その場で何とかしちゃえば後で嘘ついていったと分かっても、そうそうそう、もうどうにもならないんですよ、記者会見でも対話はあるんですかとか、そうそうそう、逆質問したりするんですよ、そうです、あんたは追い詰めようんですわ、はい、麻生太郎もそうだけど、麻生太郎もそうか、何々についてあなたご存知なのか、あ、そうそうそう、こんなことも知らない人間がこの問題について質問するなっていうですね、はい、そういう論法をよく使いますけども、ね、とにかくその場その場しのぎで、うん、いろんなことを言って、あのその一貫性っていうものがない、はい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 、でその一貫性がないっていうのをですね、割と戦略的に採択してるんですよ、なるほど、次から次と、ね、もうその場その場で言い続けていく、でそれが自分たちの人気の秘密だっていうことも知ってるわけですよね、うん、あの橋本徹という人とか松井という人はね、記者会見で潰し上げるじゃないですか、うんうん、周りの記者見てたら怖いじゃないですか、うん、だから容易わんようになっていくよね、あれヤクザのやり方なんですよ、あ、そうか、ヤクザっていうのが、はいはい、相手が複数の時に、はいはい、絶対にお前らって言わないんですよ、うん、お前って言ってん、一番その誰か中の一人を捕まえて言って、はいね、今俺にバカ野郎と言ったのお前かみたいな感じでさ、いや違いますって言ったら、じゃあお前か、違いますって一人ずつやっていくんです、なるほどなるほど、100人いてもみんなが違いますって言って、はい、だんだんじりじりじりと下がっていく、下がっていく、あのね、あれ僕は一度そのヤクザが、はい、あのやってるところに出くわしたことがあって横で見てたんですけども、うわい思わず膝を打ちましたね、なるほど、こうやって分断していくんだと、あーはーはー、みんな結構エゴイストだから、はい、州を頼んではいますけども、うん、バラバラにされて個人でお前、お前名前なんて言われてですね、はいはい、でお前どこまで行ってもぶっ殺してやるからとか言われたらね、はいはい、みんないやすいませんでしたって言って引っ込んじゃうんです、でね、大手メディアの記者ってね、あの優等生多いから、そんなんやられると縮め上がるやつやっぱ多いと思う、そうなんです、そういうの慣れてないもん、多分そんなことねされたことないんですよ、これ残るから、そうなんですよ、最近はね MBS がやられてますわ、もう毎日放送頑張ったらボーン叩かれて、ほなやっぱ朝日放送とか読売放送は縮こまんじゃろうね、そうです、それだから、うん、ヤクザのやり方なんだけども、はい、だからプロですよね、よく知ってるっていうね、だから本当に昔だったら日陰者の人たちがですね、その御政道のね裏街道を行くような人たちが使っていたテクニックっていうのを、あの前面に持ってきたっていうのがやっぱり維新の新しさ、やっぱり橋本という人は天性のそういうのを持ってたよね、
僕は天才だと思うんです、ね、その意味で天才で、はい、その橋本という人のやり方を真似て松井吉村がやって、ね、あの人が今横山とか藤田文田がやっとるわけですけど ね、まあ、だんだんこう、まあ、だんだんなんつうのかな、だんだん小粒になって、ね、だんだん目が泳ぐになってるから、だんだん、ね、本格的なヤクザっていう感じの人はいなくなってきましたけどもね。あのね、僕ね、あの橋本徹という人がね、あのいろいろ、まあ、あの暴言吐くんやけど、慰安婦もそうやけど、例えばあの御堂筋の高さ制限をあの取っ払って高いビル建てた時にね、うん、あの社長の皆さん、ここであのビル買うてくださいと、でここで愛人囲ってくださいとか言うんですよ、うん、だからね、彼の中 そのいわゆるその慰安婦の問題もそうやけど、うん、愛人囲えとかね、それとかも沖縄 あの基地行って風俗使ってくれとか、うん、なんかすごいね、このなんていうかな、このステレオタイプなこの 女性差別というか、うん、だから 今この12人中10人が英雄って、あの 女子学生、うん、こんなん聞いたらどんな思うんやろう ね、そういう男が好きっていうのがあるんですよ女の子の中にもあるんか、あるんですよ、まあ、あのヤクザについていくやつね、もう踏まれても どつかれてもついていく女の子、ね、あの工業学院とお嬢さん学校なんだけど、はい、お嬢さん学校ってね、連れてくる男ってね、うん、思わず目を覆うようなのって結構多いんですよ。なんでお前これ、なんでよりによってよりによってこいつらねんそれね、なんつうのかな、ずっとお嬢さん育ちになってるんで、そういうタイプの男って見ると結構クラクラってしちゃう。なるほどね見たことないタイプっていう。でまあ、そんな中でね、その残念なことに関西では維新が、まあ、特に大阪で圧倒的多数になって、イケイケどんどんでこの万博カジノを突っ走ってきたわけですが、うん、今大阪万博が、うん、まあ、こういう、これも無理ちゃうかということになって、無理だと思います。無理でしょう、うん、実現しないっていう可能性が高いですね。やったとしたらめちゃめちゃしょぼい万博、ものすごいしょぼいか、うん、とにかくそのすごい危険な万博、まあ、とにかくそのまずたどり着けないとかですね。そう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 橋とトンネルたどり着けないし、たどり着けないとか、行ったらこう出てこれないという、うん、閉じ込められてタグフとか来て、はい、トイレがないとかね。あ、そうそうそう、ね、そうなんですよ。はい、危険、まあ、すごくだから使い勝手の悪いところに、うん、とにかくね、地盤がぐちゃぐちゃなわけだから。そうです、ね、もうカジノがやりたいがために万博やってるから、カジノみたいな高級施設ができるのかっていうね。いや、はいはいはい、地盤ぐちゃぐちゃって、いやだから業者が逃げるんちゃうかなと僕は個人的に思ってますけどね。業者が賢いから、まあ、あの真実が分かったら逃げるんちゃうかなと思います。うん、うん、だから IR ってできないんじゃないかと。そう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 、ね、はい、だって建てたわ、地震来たわ、液状化で倒れるわやったら、だって何回取らずもね、うん、そう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 、30年以内に来る確率が 80% って言うんですから、はい、普通に考えたら、はい、あんな地盤の悪いところにお金かけて物を作るってそれもしませんよ。30階40階のビル重いですから、うん、そんなん誰でも沈みますよ。沈んじゃうんじゃないですかね、はいはい、だからね、なんか万博が実現しない2025年あとまだ、ね、はい、2年あるんですけども、結局できないっていう、まあ、はい、万博じゃなくて、ね、日本博、日本博、はいはい、日本博、日本博、そうなんですよ。あと2つ3つ来て韓国が来るらしいですから、はい、なんかね、まあね、三国博とか、そう、4国博とか、チェコと韓国と日本で 3泊、大阪3カ国博覧会で、まあ、ほとんどお客さん来ないっていうですね、はい、客は来ないでしょうね、そうで、はい、7500円しますから、7500円は誰も払わないので、今みんなそのね、企業が、そう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 、自治体もね、企業買って、はい、あのやっぱり聞いたら、あの、ね、一部上場企業の場合はチケット買って、チケットを社員に売るそうです配るんじゃなくて、はい、配るのが、とんでそんなの売るに決まってるじゃないですか、7500円払わされるんですよ。社員もたまたまやないですよ、たぶん1人5枚とかね、5枚も買うたら3万円以上する、はい、まあ、そんなことでですね、あのだいぶね、僕ね、維新に逆風が吹いてるようにも思うんですが、これはやっぱあれでしょう、そのお祭り資本主義というか、うん、イベントや、まあ、前言うとヤクザみたいなもんやから、うん、この矛盾が今集中して現れたというふうにも考えられませんか。だけど例えばね、そのみんな記憶してないかもしれないけども、あの道頓堀プール構想ってあったじゃないですか、堺谷太一が言うたよ、師匠の、はい、道頓堀プール、あの時に2012年ですけども、はい、なんか大阪重大名物っていうのやってぶち上げてですね、言うてました、その目玉だったのがその道頓堀プール、はい、最初2キロのプールを作るっていう話だったんですよね、はい、なんかね、なんかこのビニール浮かべてね、2キロのプールを作って、はい、まあ、大阪の新名所にしてですね、うん、それの経済効果がですね、東京オリンピックを超えるってね、豪語してたんですよ、うん、そうなんですか、
何兆円かのですね。それがまあ2キロのやつが800メートルに縮んで、はい、最後は80メートルのプールにまで縮んだんだけども、それでもお金が集まらなかったんですよね。はははお金が集まらなくて、はいはい、結局それ流れちゃったんですけども、はい、それが2014年で、その時に今度は万博やろうって言ったわけですよ、ね、あ驚いたのは、はい、道頓堀プールを見てれば、うん、この人たちはとにかくね、あの基本的に計画性がない人たちなんで、はいはい、大きいこと言ってね、経済効果が何兆円とか言ってるけども、はいはい、こんなの基本的にホラだぜ、うん、なんで思わないんだろうと思ったんだけども、思わないんですよね。だから大阪の人たちって多分道頓堀プールのことっていうの、だから道頓堀プールのちょっと大きい版なんですよ、うん、万博、はいはいはい、で多分同じようにこけるんですけども、こけても大阪の人たちはあこけたと思うだけでいいじゃん別に行って、また次のなんかお祭りがなんか行ったらですね、はいはい、もう次のお祭りにわーって行っちゃうと、僕はそんな気がしますけどね。あの考えたらですね、大阪城でモトクロスやったりしたんですよ。ありましたね。ねえ、大阪城のことかやそれとかあの御堂筋ライトアップ、そうですね、なんかねもうあのチャラい行事が好きなんよね、うんうん、だから大阪の人はこれもヤクザヤクザですよね、その人がチャラい行事が好きだってことになっちゃうんでなんかねこの、うん、チャラいお祭りをして成功した、うん、儲かった言って、うん、全然失敗しまくるわけですけど、本当の万博はすごいことになると思うんですけどね。本当にね、私ねちょっと取材して思うのは、うん、みんな縦割りなんですよ。万博協会はあのできるって言うんですよ、うん、あのあと1年半でもできる、でゼネコンはできないって言うんですよ、うん、そうですね、で大阪府大阪市行ったらせっせと下水道だけ入れとるんですわ、うん、でだけどね、そのコーディネートするやつがおらん、あだからこれ絶対失敗しますよ。取材してどうでした、そのあの島行ったんでしょう。行きました行きました。もうさらち、まださらち、まだ、だってパビリオンゼロですから、うん、だから例えばそのチェコとかね、あのまあ韓国がそのパビリオン建てる言うじゃないですか、うん、ほな普通はパビ A タイプでやろう言うてるのに、うん、普通はその万博協会が X タイプ持ってきたら、うん、あの外国 はちょっと何言うてんの今さらって思うじゃないですか、うん、だから万博協会がその A にするか X にするか聞かなあかんのに、うん、万博協会上から目線で X にしましょうみたいなこと言うてくるから、うん、だからその調整してるやつがおらへん、うん、で一説にはあのオリンピックの時はこれ電通がいたわけですよね。万博電通がもうダメやからオリンピックでその調整能力がないのと、やっぱり維新に行政能力がない、もう花火打ち上げるだけやから維新は。そうですね、だから そこで現場がものすごく困ってるのかなと。それは分かりました。あの政治家って結局その傲慢政治家って、うんもうね、なかなか難しいプロジェクトをやっちゃう人っていうのがいるんだけども、はいはい、それって傲慢政治家って日頃から恩を売ってるんですよね、あ各方面に。なるほどなるほど。いろんな人のそのことを聞いて、うん、あやっとくやっとくって、うん、頼みを聞いておいて、うん、いろんな人に恩義を売っておいて、うん、で何かっていう時に一発回収するわけですよ。あの時のちょっとね、まあ今回は万博ね、言いたかないけど面倒を見たよって、ね、で維新は多分ですね、言いたかないけど面倒を見たよっていう形でその関係確保を見るんですよ、うん、自分の子分たちばっかりじゃなくて、うんはいはい、その自分のもしかすると敵になるかもしれないような、はいはい、反対するかもしれない、うん、あるいは中立の人たちになったわけですね、うんこうまんべんなく恩を売っておく、権力を持っているときに、うん、まんべんなく恩を売っておいて、うん、あの人がの頼みは断れないというような人たちを大量に作っておくというのが大体傲慢政治家 その、なんかその下ごしらえなんですね。で維新はもう15年やってるのに、うん、そういうタイプの下ごしらえ、うちのだからその、はい、ジェネコンとかですね、その一部の人たちがそのね、はい、あのよそれになんか温卓に良くしてね、うん、多くの利益を上げてるって人なんだけども、うん、それ多分一部なんですよね。はいはいはい。そのあっちにもこっちにもっていうですね、うん、いろんな人たちにみんな分け立てなくはしてない、そうそう、お友達だけ重視する竹中平蔵とか森下隆一とかお友達も一部のお友達が儲かる、うんうん、いやそれはだからそれはメッセージとかと同じネポジティブメッセージなんですけども、ねはいまあ、だからそれはその平時はそれでいいんでしょうけども、はいはい、ここ一番という時にですね、うん、まさにその、ね、国を挙げての事業みたいな時っていうのは、はい、国を挙げてじゃあ応援しようっていうですね、うんまあ、借りもあるしということで、うん、それ立ち上がらざるを得ないんだけども、うん、今回その、ね、一生懸命、ね、国民的行事ですっていうふうに一生懸命言ってるけども全く国民的行事にならないっていうのはこれやっぱり、ね、日頃の、ね、不徳の致すとか、そうですね今だからその
国の、あの事業ですからと言って国の責任しようとしてて、うん、で国は国で維新や言って、うん、お互い責任のなすり付き合いをこれから始まるというふうに思うんですけど、うん、今の恩を売っていくという話は、ね、非常にあの都構想で、うん、あの公明党とその裏取引してたわけですよね、うんうん、だから、まあ、都構想あの住民投票したんですが、その恩を売ってた公明党と今全面対決して、うん、あのもうガチンコ勝負しようとしてるから、おっしゃるようにそのなんていうんですかね、こう老獪な政治家みたいなものでは全くないですね、もう出たとこ勝負で勝ち負けでいくとこなんで、はい、ね、結構公明党みたいな組織をそのなんとかこうつなぎ止めておくのっていうのは政治的にはすごく有効なリソースなんですけどもね、簡単に捨てちゃうっていう、そうですね、だって公明党って各小選挙区に2万票から3万票あんねんから、公明党取ったら勝ちますからね、自民党の方がそういう意味ではまだ老獪なんでしょうね、うん、維新に比べて私の方にかくね、はい、権力にしがみつくことについては技術かけてますから、ね、ズバリね、その大阪の有権者、兵庫の有権者は自民党がひどいでしょ、岸田内閣が、うん、でなんとなく自民党がひどいから維新がマシやなと思ってそれで入れてるというのもないですか。これはもうね、ちょっとあの白井さんとも話したんだけども、加速主義ってあるじゃないですか。あ、はい、加速主義、はいはい、加速主義って要するにもうね、資本主義はもう末期状態であるので、うん、はいはい、もうこの仕組みはどこかで崩壊するんだけども、うん、あのこれそれをですね、その政治的な正しさとか、はいはい、なんかこう多様性と包摂とかね、うん、そういうことをやってると、うん、SDGs とかですね、はいはい、そういうことをやってると、はい、資本主義が延命してしまうと、むしろ、ね、はいはいはい、それよりはね、うん、あの一気に加速して資本主義をもう押し倒して限界まで走らせていって、で、はい、ポスト資本主義の社会に抜け出ていきたいっていうですね、その一種の革命みたいなのが起きるから、ね、もう、うん、もうさらに貧困化した方がいいという、その今の社会矛盾を逆に全部拡大していって、うん、格差を拡大していくとかですね、うんうん、だから例えば加速主義の人たちっていうのは、まあ、その社会保障制度とか全部廃止、うん、はいはいはい、生活保護なんていらないとかですね、うん、国民皆保険もいらないと、はい、とにかく強いやつだけが生き残っていく、うん、だから、うん、あの彼らもある種こう、まなんていうのかな、もう末期だっていうですね、はいはい、危機的状況だってあるわけですね、はいはい、危機的状況の時に、まあ、なんとかみんなで助け合って生きてみましょうじゃなくて、うん、強いものだけが生き残って、はい、弱いものは淘汰されていっていいんだと、うんうん、これね結構ね危機になると出てくる、走るのってそうなんですよね、はい、優秀なものだけが生き残って、ね、力のないものは、ね、はいはい、それは滅びていくのは、うん、豊かな時代だったら力がないものも生きていくけど、うん、こういう危機的な時代には生き残れる人間が生き残って、はい、淘汰されるべきものは消えていく、はい、べきだというふうなね、うん、すごく危険な優生思想っていうのがすごく流行るんだけど、ね、今本当流行ってるんですよ、成田悠輔とか、はい、あの人なんて優生思想、そうですか、成田という人はなんか老人は早死に言うたね、そうです、あの、はいはい、我々するのが力、まあ、彼が言ってる老人ってのは力がない人間、はいはいはい、社会的能力の低い人間っていうのは危機の時代に生き残れないんだから、うん、他人を当てにするんだと、悪いけど路傍で死んでくれと、ね、その代わり逆にですね、うん、生き残った人間は全部強い人間、はあ、強い人間だけが生き残って、で次の新しい組織を作っていく、それは危ない、これでもファシズム、はい、そうですね、もうあの逆にね、やっぱりその中間層が育ってある程度の余裕がないと政治的なこともあの関われないし、やっぱりその余裕を持って考えないと、あの世の中やっぱりね、こう急速に行くときにそのストップをかけることも必要で、そういう意味ではその中間層が薄くなったっていうのは日本はちょっとしんどいですね。そうです、非正規になればね、もう働くことで一生懸命で、そんなあの投票も行けへんみたいな人が増えましたからね。で多分大阪 の維新の支持者たちってのは多分多くが強いものだけが生き残って、新自由主義的な、はい、弱い人間は淘汰され叱るべきであると、で維新はそっちに向かってアクセル踏んでるから、はいはい、だから支持するして、はいはい、という人たちがやっぱり支持してるので、その維新の実像を知らないから維新を支持してる、ね、うん、吉本の芸人とか、うん、在阪のテレビが、うん、あのね、プロパガンダ流してるからだっていうのは、うん、一部の説明にしかならないと思います、ね、なるほど、やっぱりもうちょっとその辺もしっかり見とかないと、もっともっと危険ですよ、うん、危険、そんな吉本の芸人が支えてるからだってだったら、うん、テレビちょっと番組変えたら暴爆じゃないですか、うん、そうですそんな簡単なものじゃないと、はい、お話はつきませんが、前半はちょうどお時間となってしまいました。内田先生にはまた後半でお話を伺います、はい、路上のラジオレディオン・ザ・ストリート、まだまだ続きます。西谷文和路上のラジオレディオン・ザ・ストリート、
路上のラジオレディオンザストリート、今日はですね思想家の内田達さんにお話を伺っております。内田先生、後半もよろしくお願いします。前半も維新の話で盛り上がったんですが後半は岸田内閣の、これね本当に政権交代できるのかどうかということでお話をお聞きしたいんですけど、まず改造人事ですけど、内田さんはこの改造どう見ておられます？全然興味なかったんで。あ、興味なかった。いや、多分日本人誰も興味なかったんじゃないですか。そうなんですよ。もう全然これ改造したら普通は支持率ちょっと上がったりするんですけど、支持率下がってますから、もう大失敗ですねこれ。全く岸田内閣に期待しないっていう人が7割ぐらい。ほんでもう今すぐ辞めてほしいが 51%。 こんなに人気のない、ね、内閣って珍しいですよね。あの河野太郎という人と高市早苗という人をそのまま置いといたというのはこのデジタルで失敗させて、で要はもう次の総裁選出られへんようにしようと、それとあの林芳正さんを変えちゃったじゃないですか。あれもこれ林さんって次の総理候補やったからこれもあのオミットしようと、で茂木さんも小渕、ドリル小渕を出して茂木派から小渕派に変えた、結局自分がやりたいからこれライバル蹴落としたんとちゃいますのこれ。あ、おっしゃる通りだと思います。はい、なんていうのかな、すごく狭い範囲での権力闘争の中で出てきた、そういうなんか政治的な計算から出てきた人事であって、その日本の将来に向けてっていうですね、ビジョンとかメッセージとかって何にもないと思います、はい、だから国民は全然、国民生活はそっちのけで、永田町の本当狭いコップの中でやってるんでしょう ね、なんかね、もう利権の奪い合いっていうか、だからそうなんですのかな、やっぱりそれは内閣総理大臣はじめ、そのみんなが日本人全員が日本は落ち目だってことを分かってて、はい、だから落ち目なんで、だからなんとか盛り返そうじゃなくて、うん、落ち目なので落ち目の泥船からどれだけのものを盗み出していくのかって、うん、なんかもうそれ火事場泥棒的なですね、そういうマインドがなんか日本の、はい、特にその指導層支配層にですね、はい、蔓延してるっていう感じがしますね。あのどこの業界見ててもその上の人たちっていうのはもう明らかにまずくなってるんだけども、はい、とにかくなんとか現状維持していって、うん、で満額の退職金もらって逃げて、はいはい、自分が退職した後になんか事件化するんであればそれは構わないと、はいはいはい、うん、だから洪水を我が後に来たりですね、はい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 、そういうマインドがもう日本の上の方の人たち全部にこびりついてるって感じがありますね、うん、これ昭和初期の戦前と結構似てきたんじゃないですか。なんかこのままアメリカと戦争したら絶対負けるでってみんな思っていながら、うん、その止まらへんかったっていうかね、うん、このままその財政赤字が膨らんだらこれやばいでっていうの止まりませんでしょ、うん、よくね30年代と同じだって人いるんですけどもね、うん、ちょっと違う気がするんですよね、はいはい、30年代の日本って国力どんどん右肩上がりで上がってるじゃないですか、はいはい、例えば年齢構成も全然いいですし、あ、はいはい、あのエネルギーもいっぱいあったし急激に、うん、あのどん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 リッチになって、うん、どんどん世界の五大国の一角として、ね、なるほど、はいはい、世界の五大国の一角として、ね、うん、その大日本列国があったわけ で、うん、で主権国家じゃないですか、はいはい、今の日本って主権国家じゃないし世界の五大国でも何でもなくってもうね、はい、20番ぐらいの国の中にようやく入れてもらって一人当たりの GDP もガクンと下がってますし20個下なんですね、はいはい、ね、だから それぐらいのもう貧しい国になってるわけだから、うん、かつて の、 その、ね、大日本帝国が30年代に戦争に突入してた時ってやっぱり勢いはあったと思うんですよ、ね、はいはい、うちはやらできると、うん、ね、今でもなんか、ね、軍拡とかやってるけど、はい、戦争なんかする気誰もないですからね。そうですよね、単にアメリカバイデンから言われて、うん、その GDP の 2% しろって言われたのでもう泣く泣くやってるオスプレイ買えとかイギリス社買えとか兵器産業の不良在庫を全部押し付けられて、はいはい、全部お前ら買えと言われて、はい、はいはいと言って買ってるわけだから、うん、まあ、でもね、そうやってアメリカの言うことを聞いてその、ね、兵器産業の不良在庫を買い続けてる限りは、うん、はい、アメリカからは、ね、自民党政権が永続するよ、はいはい、っていうこうそういう代官、うん、感としてですね、はいはい、こういうちゃんと、ね、うん、あのお免状みたいなものを移植状をいただけるっていうのがあるわけだから、はいはい、今日本人ってもう属国根性が身に染みてるから、はい、ホワイトハウスから認知されているっていうのであれば、うん、それは日本の総理大臣にふさわしいと、はいはい、野党の人が出てきた場合に、うん、野党に対してホワイトハウスがですね、それですね、はい、危険な人と見てですね、うん、それなんか日米関係が、ね、はいはい、信頼関係揺らぐみたいなことだったら、はいはい、そんなやつは日本の総理大臣にしておけないと言って、うん、多分もうメディアが総力を挙げて引きずり下ろすっていうね、まあ、鳩山由紀夫さんがそうでしたもんね。まさにあれがそうだと思うんですけど、鳩山さんの例を分かる通り、うん、今の日本の普通の一般人っていうのは、うん、
アメリカの信任を得るということが内閣総理大臣の条件なんですよ、ね、はいはいはい、で岸田文雄はアメリカの信任を受けてるんですよ、バイデンに平気な顔してヘラヘラしてられるのっていうのは、うん、日本国民っていうのは、はい、アメリカから造国の代官として委嘱状をもらった人間を総理大臣として崇めてますよっていうマインドになってるので、日本のことなんて考えなくていいと、はい、アメリカの方さえ向いていれば、はい、日本人は、ね、アメリカの代官についていくというマインドにな、奴隷根性になってるので、はい、うん、別に気遣いは必要ないと、うん、これしかし困ったことでね、その例えばね、あの今その5年で43兆円防衛費を、あの釣り上げていくと、で自衛隊は23万人ぐらいいるんですけど、大体7割8割 で、でも自衛官にならない人も増えてくるだろうし、その今おっしゃったように戦前というのは日本人、まあね、一人一人スピリッツ元気あって満州まで行って開拓するぞとか、今そんな人はあんまりいないでしょう。やっぱ、ね、だから明治のものを読んでるんですけども、はい、やっぱ明治大正のものをその、ね、はい、内田良平とかですね、はいはい、本土政権とか、はい、そういう時のものを読んでると、はい、元気いいなと思うんですよ、はいはい、こういうね本当に、ね、はい、もうシベリア、はい、満州、ね、はい、蒙古までを含むですね、はい、巨大なこう、ね、あの、合法大きなです、ね、はい、連邦国家を作るみたいなですね、はい、すごいやっぱスケールの大きいことを考えてるんですよね、うん、それ読んでみるとですね、はい、ね、その確かにある程度妄想的ではあるのですけども、うん、まあ、スケール大きいなって、これだけのスケールのことを考えている、ね、うん、政治家が今の日本にいるだろうか、あって本当に他国の革命闘争に身を投じて命がけで戦うわけですからね、はいはいはい、そうですよね、まあ、すごいですよ。だからそういう、まあ、その良くも悪くもそういうそのスピリッツがあって、イケ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 どんどんがあって、うん、それで、まあ、国力がすごい右肩上がりになって、うん、まあ、それでアメリカとは戦ったら負けるかもしれんけども行ってしまったわけ、突っ込んでしまったわけですけど、うん、だからその若い人 の、 その夢というのは、あのそうやってその日本の国を大きくしようというそういう夢があった、うん、今子供たちに夢なんですかって聞いて、1位はね、ユーチューバーになりたいですから ね、うん、だからね、その要はいくら5年で43兆円 の、 その、まあ、その最新の武器買うても動かす人間がいないわけですよ。自衛隊に行く人いないんじゃないですか、どんどん子供減ってるし。いや、ほんで自衛隊でちょっといじめられたら、もう自衛隊ひどいですから、ひどいですから、いじめとかセクハラもそう、セクハラいじめね、はい、で防衛大学もそうみたいなの で、 そうですよ、ね、だから、まあ、軍隊いたらね、だから、ひどいぞっつって、だからそういう意味ではね、その軍隊のね、はい、ね、その士気っていうのがすごく低いんじゃないかって気がするんですよね。やっぱですね、あのタクシーの運転手さんってね、結構自衛隊の体感した人って結構多いんですって、この間乗った人に聞いたんですね、はい、とにかくね、まあ、自衛隊っていうのはね、いろいろ、まあ、ね、はい、その食べるものとかその着るものとか、ね、住むところっていうのは提供してもらえるんだけども、はい、本当に給料が安いって言ってましたね。あ、そうですか、うん、はあはあ、その人はね、手取りの給料がね、結局ね、まあ、一番下の8万円ぐらいって言ってましたね、はあ、手取り8万円ですか、うん、そのまあ、もちろん住むところとか、ね、はいはい、まあ、それ全部提供されてるわけですけど、はいはい、でも、もうちょっとの43兆円って言うんだったらね、自衛隊員の給料を今の3倍ぐらいに増やせば自衛隊員にね、あ、そうですね、仕事がないから自衛隊行こうかなってね、うん、免許も取れる人とか行ってくる人も増えると思うんだけども、はいはい、だから聞いてやっぱびっくりしたのは、人件費に使えようと思ったんですよね、そうですね、43兆円、はいはいはい、だけど多分人件費にはほとんど使わないんですよ、うん、全部武器買うのに、そうそう、アメリカ製の武器を買うのに、でそれもローンで買うから、もうずっと払い続けなあかんという、はい、本当にだってね、なんていうのかな、自衛隊ね、70% しか、ね、うん、定員充足してないんで、うん、あとの 30% なんとかしなきゃいけない、はい、あと、まあ、とにかく離職者が多いって、ね、そうそう、ね、防衛大学出た後も自衛隊に任官しないと、ね、いかない、はい、入っても3年で辞めちゃうとかっていうね、はい、ものすごく自衛隊って組織が魅力なくなってるっていう現実があるわけであって、うんうん、これやっぱりね、国防ってことを考えたらですね、はい、自衛隊がすごくね、出来の悪い組織になってるっていうのは、うん、そう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 、ものすごくやばいことなわけですよね、はいはい、あのね、半田茂さんおっしゃってたんですけどね、自衛隊を南スーダンに送った時とか、うん、あの安保法制が通った時は、あの自衛隊になる人が減るんですって、あの受ける人が、ええ、で何もない平和な時はちょっとまた戻るんですけどだからやばいと思ったらやっぱみんな受けないよね、まあ、はい、それはそういうこともあるでしょうけどね、はい、でもとにかく自衛隊をもっと健全な組織にしていって、はいはい、給与水準を高くしていって、はいはい、他の仕事つくよりも、ね、自衛隊のが楽しそうだなって、ね、うんうん、あのお金もあるしっていうぐらいにしないと、はいはい、ね、本当に戦争する気だったら、ね、本当にせめて自衛隊の定員を充足させろよっていう、
僕は軍縮した方がいいと思いますので、うん、自衛隊を増やすべきではないと思うんですけど、うん、いきなりゼロにはできないので、はい、例えば3分の1はその国境警備、うん、で3分の1はこう定年退職する人、うん、で3分の1は災害救助とかね、うん、まあ、そういうなんかこう具体的なそのなんていうんですか任務をしっかりやれば、もうちょっとこのなんていうんですか、こんだけいりますねと、うん、で武器はこんなにいりませんねと、うん、やっぱりその自衛隊 の, そのいわゆる、このことは嫌いですけどリストラをしなあかんでしょうね。どうなんですかね。僕自衛隊に関してはですねどれぐらい の, その、ね、はい、が、はい、適切な数かということはきちんと積算していかないと分からないと思いますけども、うん、はい、例えば災害救助の問題でいうと、今日本で一番練度が高い、ね、はいはい、そういうユニットって自衛隊なわけです、はい、実際に、ね、うん、いろんな災害の時に活躍しているわけで、はい、その災害救助隊としての自衛隊の評価ってすごく高いと思うんですよ、うん、はい、でね、実際に国防っていうところにです、ね、うん、たくさんの人が行くっていうことっていうのは外交の失敗ってことですからね。そうですね、だから僕はもう本当にね、そのでも形式的に国防のための一定数の軍備っていうのは、うん、まあ、あった方がいいんじゃないかなと、うん、ただ戦争はしません、はいはい、ね、戦争は抜かない刀みたいな感じで、ね、殿下の冒頭でね、だから軍事と外交が車の両輪にならないといけないと僕も思うんですけど、絶対に使わない軍隊、はい、でも台湾問題なんかこれ外交でその麻生さんが言って覚悟は覚悟があるぞとか言ってほなお前行けよと思うんですけど、だから外交の面で全然下手ばっかり打ってるので、これは本当に、ね、偶発的な何かあったら危ないなと思う時もありますね。確かにコントロールできないじゃないかな、全然、うん、偶発的な軍事衝突って、はい、例えば本当に台湾海峡とか、はい、尖閣の近くで起こったりする可能性ありますけども、はい、その時まず全然ハンドルできないと思う。そうで、ハンドルする気もないと思うんですよね、はい、多分すぐに米軍に聞いてどうしましょうって聞いて、はい、で 米軍の指示と後で、ね、はい、米軍から後で叱られてね、こんなこと何やってんだって怒られちゃったら困るからって言うんで、必ず指示を聞くお伺い立てて、はい、だから米軍の指示に従ってればいいと思ってるので、偶発的なことが起きる時も起きたらアメリカ軍に聞くっていうふうに思ってるか ら, だから自分たちの国防戦略ってないと思うんですよ。だからどっちかというとアメリカは他人事でしょ、遠い台湾と沖縄の間の話やから、うん、だから日本はほんまは自分事として考えないといけないのに、それでも全然アメリカの支持待ちやったら、うん、ね、実際にね、もし、ね、台湾友人、はい、僕はまずありえないと思うんですけど、ね、はい、けど中国もアメリカも失うものが多すぎるから、はい、特にやっぱ中国がですね、台湾軍事侵攻してみても、はい、2400万人のですね、はい、東アジアで最も民主化された、はい、ね、最も透明性の高い、ね、うん、統治機構の国に住んでる人たちですから、はい、それ強権的なですね、独裁国家がやってきて、はいはい、この人は潰すってことになったら、はいはい、これはもう激しい、ね、市民的な抵抗があると決まってるわけであって、ね、はい、これはもうそれは簡単には占領できませんから、はい、でこれね、一気に3日ぐらいですもんね、ウクライナじゃないですけど、はい、3日ぐらいで片付いて、はい、で親中傀儡政権ができて、うんうん、みんなが全部それに従うっていうのが中国のシナリオでしょうけども、はい、実際にはね、はい、ずっとサボタージュとか抵抗が起こってですね、はいはい、台湾は完全に統治できないので、はい、そうなってくると国際社会が台湾に向かって支援してくるよ、はいはいはい、そうするとグズグズになってしまうと、はい、中国としてはもうね、泥沼に入っちゃうわけですよね、はい、今更引っ込みがつかないです。 そうですよね、そのリスク考えたら、はい、ね、3日間で完全制圧して、うん、もうあっという間に中国の一部になるっていうシナリオが成功するっていう勝算がなければ、はい、僕は、ね、軍事侵攻しないと思うんです。逆にウクライナはプーチンはそれを狙っていて、大失敗したわけ で、 そうです、ね、うん、だからそういう意味では台湾の世論調査したら大体8割から9割近い人が現状のままでいいらしいですね。そうです、中国にもなりたないし独立もせんでと、うん、現状でええと言ってるんやから、うん、中国が行く必要はないし、で台湾って半導体のすごい工場、ね、拠点なので、だからミサイルで攻撃したりすると、ね、台湾を取る意味がなくなっちゃう。そうそうそう、自分どこの工業が成り立たない、お互い世界的に成り立たないので、おそらくないと思うんですけど、ね、ないと思いますね。で、うん、この後ね、台湾の選挙またあってどうなるか分からない、うん、台湾もうまいことやってて、はい、民進党と国民党が交代に総裁になってですね、はいはい、中国ににじり寄ってみたり離れてみたりっていうですね、うん、はい、すごくデリケートなことやってるんですけど、うんうん、やっぱり台湾の最大のアドバンテージっていうのは、うん、東アジアで最高に民主化されてる国っていうですね、はいはいはい、という国際的な評価を得てるわけだから、う
ね、台湾を攻撃するってことは民主主義にする攻撃であるんです ね、 そうねという名分が立つの で、はい、で台湾が民主主義を守るために世界に民主国家支援してくださいってなった時にですね、うんうんうん、ほっとけないっていうね、はい、これ台湾が87年の戒厳令の時にですね、はいはい、強権的な、うん、非民主的な独裁国家であったら、はいはい、独裁国家に独裁国家が侵攻していっても、うん、はいはい、まあ好きにしてよっていう感じだろうけども、うん、民主化はされている国ですから、うん、すごく高度な民主国家なので、はい、このねブランドイメージがの、うん、を作るとにこの10年間で成功したわけですよね、うん、台湾は、はい、だからこのブランドイメージがコロナでもね成功してね、はい、オードリー・タンって人が偉いんですけども、とにかくその台湾という国はそのブランドイメージを作ることに成功したので、はい、今台湾に侵攻するってことはそのすごく立派な国を汚れた国が侵攻するだから ロシアになってしまうということになりますよね。中国にとっては失う部分が多すぎて、あと、まあ、あの先生おっしゃってたように安全保障のジレンマがありますよね、うん、だからあの沖縄でこんだけミサイル基地作ったと、ほな中国もミサイル、またこっちもミサイルということで、うん、どん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 膨れ上がって、だからやっぱり話をしないといけないわけ で、 そ う、 で、ね、うん、でまあ、そういう意味ではあの林芳正さんって外務大臣、うん、あの方は中国のチャンネル持ってたんですけど、うん、ね、交代しましたんでね、うん、なんか外交する気はあんまないのかな、岸田内閣、ね、対中国とは、うん、でも対中国と外交しないと、ね、日本も失う、あの貿易なんかも中国とのが一番大きいわけですから、うん、なんか下手くそですよねやり方が。何を考えてるか分からないんですけど、本当だったらね、その韓国であっても、うん、北朝鮮であっても、はい、中国であってもですね、台湾であっても、はい、いろんな形でいろんな人がですね、その 人的交流があってね、はい、その向こうにカウンターパートの人がいて、はい、普通はね、あのカウンターパートって官僚は官僚のカウンターパートがいて、政治家政治家がいてね、はいはい、外交官は外交官の人がいて、はいはい、それでもカウンターパートとやり取りして、で情報を送ったり、はい、受け取りして、はい、向こうの政策に影響を与えたり、うん、こっちの方に影響を与えたりということを しなきゃいけないんだけども、その、ね、隣国とチャンネルを持ってる人っていうのが役人も政治家も激減してしまったっていうんです、ね、うん、特に安倍さんになってからダメになってるんじゃないですか、ね、うん、やっぱりね、チャンネル作るにはね、はい、人間的魅力っていうのが必要なんだけど器量とかね、はい、度量とかね、うん、人間的な大きさみたいなものがないと、そのね、全くこう国益が相反していて、うん、宗教も言語も違うみたいなところと、はい、チャンネル作るっていうのは人間が大きいっていうのがね、はいはい、器がどうしても条件になっちゃうんですよね、はい、アントニオ猪木じゃないけどねそういうのってね、それと安倍菅政権とあの、まあ、維新にも共通するのはこれ歴史修正主義でしょ。そうですね、要はだからその日本は悪くなかったとか、なんちゅうんですか、韓国を侵略じゃないと、ね、韓国にその発展途上国であった韓国を先進国にしてあげたんだみたいな ね、 そういうことを考えてるやつがね、ずっと政治やってたから、それは韓国も中国も引きますわね。そうなると、ね、まあ、歴史修正主義者とは話できないですからね。でも安倍菅維新はもろ歴史修正主義なので、うん、あの人たちがだから隣国、ね、韓国とか中国と、ね、うん、チャンネルを作るってことは絶対無理でしょうね。サンフランシスコの少女の像で有効都市切り寄った切りましたから ね、 ね、そうですよ。だからそういう意味では最もその外交をさせてはいけない人が外交をしてたわけですよね、うん、ウラジーミルプーチンと27回を出て安倍晋三はね、で、あの金取られただけなので、やっぱりちょっとそのやっぱり政権を変えないと、もう一回変えないと、これ安全保障もある意味危なくなるということですね。ええ、あの本当に日本の安全保障ってことを真剣に考えてる人っているのかなって気がしますけどね。あの本当の意味の安全保障って軍事だけじゃなくて、例えばコロナが来たらどうするかとか、ええ、地震どうするか、ええ、農業どうするかとか、そうでしょ、職業、ね、職業自給率4割切ってる、ね、ね、ええ、これ原発を並べて再稼働とか言ってたね、はい、戦争しようって国が原発を海外に並べるって何考えてるんだよ。いや僕もあのウクライナ行きますけど、ザポリージャ原発今一番危ないわけですよ、うんうん、だから持ってたら危ないわけやから、はよ廃炉にしろというのが、うん、ほんまの安全保障なんやけど。いや本当にそうだと思います、はい、これ60年超えても動かしてもちょっと狂気の沙汰ですよね、うん、あとやっぱ台湾見てるとね、その世界の国際世論を味方につけるっていうですね、はいはいはい、あの国は立派な国なので、うん、はい、あそこ、まあそのうん、善なる、ね、はい、善玉としてのブランドイメージを作るっていうのは、うん、はいはい、
安全保障上すごい有効な、はいはい、それはウクライナが結局成功したわけですよね。そうですよね、はいはい、それはそうですね。あれウクライナが結局その、ね、なんですか、ロシアに利があるっていうタイプの人たちもいるんだけども、うん、その人に言ってウクライナは腐敗国家だと、はいはい、ね、あのロシアも腐敗してるけども、うん、ウクライナも同じぐらい腐敗してるんだっていうんで、うん、どちらにも倫理的な差はないんだっていう議論に必ず持っていくってことは、うんうん、差があるっていうのが実は安全保障上有効だっていうことは分かってるんです、はいはい、なるほど。だから何とかしてこう倫理的な価値を引き下げようとするわけで、はいはい、うん、それだから台湾が選択した、ね、うん、安全保障戦略っていうのが、ね、はい、ブランドイメージ、はい、あれ見たらだって日本はずっと戦後、ね、70年ぐらいはあの、ね、そうですよ、平和憲法を受けるんですね、で戦争しない国っていうことでブランドイメージしたのに、はい、そのブランドイメージずっと今汚してるわけですよね。特に安倍さんになってからだいぶ下がって この10年間で本当に日本のブランドイメージは非常に劣化していったわけで、これもう一回再構築しないとまずいと思うんです、ね、もう個人的には中村哲さんがね、うん、すごい日本のブランドイメージ上げてくれたのに、ね、中村哲さん の命日に政府何もしませんからね、うん、あの国葬しよったけどね、心臓ちゃんの、うんうん、だからなんかこのやってることが逆をやってるかな。どん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 日本の国際社会の中での日本の評価って下がり続けてる、はい、その上でズバリ聞きますけど、はい、まあ、秋には解散は僕はないんちゃうかなと思うんですが、まあ、いずれどっかで解散しますが、はい、内田さんどうですかね、これその立憲野党の再結集なんていうのはこれ考えられるんでしょうか。考えられないです。考えられないですか。これなんかこの各それぞれの地域の有権者はどないしたらいいのかということをもっと考えないか、ね、みんな困ってると思うんですよね。小選挙区から一人しか通らんでしょ、うん、で自民公明組みおるでしょ、うん、で大阪なんか維新出しおるでしょ、うん、どうしたらいいのやと。どこも困ってると思いますよ本当に、はあ、これやっぱり泉健太の罪は重いんかな、立憲民主と。あ、そうですね、明確な、とにかくね、そのな、何を実現したいのかってことについてのビジョンを結局打ち出せなかったっていうことですよね。いや、国会で立憲と維新がね組んだりしたでしょ、うん、あれでもうすごいもうなんか何やこれはと。そうですよね、うん、よりによって維新と組むかみたいな。泉健太自身は特にやりたい政治ってないと思うんですよね、まあ、岸田タイプですね、自分が、うん、あの代表やったらええと、うんうん、なんか野党第一党のトップにいるということは結構居心地がいいっていうですね、うん、それ以上のことってあんま望んでないっていう気がする。でもねこれね、その自民党が第一自民党で、うん、維新が第二自民党でええ言ったでしょ、うん、で国民民主第三自民党じゃないですか、うん、みんな自民党ばっかりなっちゃ う, 自民党ちゃう。これ自民党、非自民党の結集しないと、うん、令和がねちょっと頑張ってくれてるんだけど、うん、令和はなんかちょっと共闘に後ろ向きみたいに見えてしまうので、うん、なんとかもう一回ね令和と共産党あたりが組んでほしいんですけど ね、 うん、どうなんでしょう ね、 ね、その2つが組むとちょっとまあ一つね、一つね、まあ、第三局ができますよね、うんうん、まあ、そうしたらね、うん、あの投票先ができるっていう人もいるんでしょうけどね、はあ、今だから立憲を中心とした野党の共闘っていうのはちょっと今の体制では無理ですね。そうですね、うん、でまた連合が足引っ張りますからね後ろでね、やっぱりそのそうじゃなくてやっぱりその例えばほな逆にその地方からの改革ということで明石市とか世田谷区とか杉並区とか地方自治から変えていくと。だから僕補正にあんまりもなんか先がないような気がしているので、はいはい、あの地方議会、はい、地方自治体から変えていく、はい、それ、うん、あの実際コロナではっきり分かったわけですよ、はいはいはい、地方自治体の力ってすごく強くて、そうそうそう、はい、県知事がどんな人かによってここでは死ぬけどこっちでは生き残るっていうんですよ、はいはい、生き死にに関わるぐらい、うん、実はねそのそうですよ、県知事の力ってのは強かったで、吉村という知事は一番ダメやったのにテレビを持ち上げたからまだそこがねあの変なイメージついてるけど、うん、やっぱり知事の権限って大きいですもんね。やっぱしねそのなんつうのかな、ちゃんとしたねその、うん、地方自治体にいた人たちっていうのは、はい、そのことについてはっきりとは自覚あると思うんですよね、はいはい、結局はねあの国政が何回やったってダイレクトにはなかなか、ね、国民の教育とか医療の問題に国政がいきなりダイレクトに来ることないんだけども、はい、地方自治体だと賢い人が市長でいると、ねうん、明らかに変わるとそうことが分かるので、地方自治体から変えていくその方が自分たちの国民生活のリアルには身近なんだということをコロナで実感した人ってすごく多いと思うんですよね。だからその後あの今年の4月の統一選挙だったので、うんはい、僕の知り合いでそれまで政治と関係なかった人が何人も立候補しましたから。あそうなんですか、で結構何人も通りましたから、ねはあはあはあ、で泉さんの後継者とかねあの東京 の, なんかあ の, 区, あの区長あの杉並区長の岸本さんとか、
が発信すると、うん、そこの応援に行ったところはタイが勝ってて、で女性が勝ってますよね。そうなんですよね、はあ、そうずっとね、こっちで安田真理さんっていう人、はい、安田真理さんね応援してたんだけど、惜しかった、あっちやめて東京行っちゃうんで。あ、そうなんですか。東京行っちゃったんで、で杉並行ったんですよ。あ、で杉並区議に立候補しますって言って、また今回も応援したんですけどね、トップ当選です。あ、そうですか、良かったですね、うんうん。ああ、いや僕ね、あの兵庫県の参議院出られてね、あと1万か2万で勝て取ったんですよ、うん、残念でしたあれね。でも結局ね、やっぱしね、立憲のサポートが全然なかったと。あ、でしょうね。僕もあの人の応援です、うん、したんですけど、ね、はいはい、本当にね、党としての組織的な応援って全くなかったですね。あの 亀石美智子さんもなんかそれで、僕もあの人の応援に行ったんですけど、全然驚きましたよ。だから立憲民主はもう足腰ないんですよ。僕ね、亀石さんと行った時に、うん、あのヨドバシカメラの前に集合で行って、はいはい、多分そのなんつうの、こう車があってね、はい、周りにこう何十人か人がいて、はい、それあの令和なんかそうでしたからね、はいはい、令和はね、うん、ドアと決めて、はい、でどこだろうと思ったらね、そこら辺になんか赤の車が1台あって、3人か4人で組織的支援全くなくて、じゃあ始めますって言うんで、いきなり前から出されて、はい、っていうこんなこんなのっていう感じでね。あ、そうですか。ちょっと驚きました。うん、まあそういうのが実情、弱いんだなと思ってね、足腰が本当に弱い組織だなと。まあちょっとここでしっかりと市民連合とかがね、やっぱりちゃんと各地でできて、なんとかね、この自民でもない維新でもないそういう第三極を、もう一回市民連合が集まってみても、その中から国会議員が出るってことはないんですよね。はい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 。やっぱそういう仕組みにしない、うん、今既存の政党の中のどこを応援するかっていう、うん、発想でやってる限り、うん、その既存の政党がこれからこんなにグズグズになっちゃうと、はい、もう市民連合としても市民連合の中から候補者を出していくと、はい、その人を当選させるっていう方向にもうシフトしないといけないんじゃないかって気がしますよね。はい、よくわかりました。まだまだお話を伺いたいところですが、ここでちょうどお時間となりました。内田先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは思想家の内田達郎さんでした。1時間にわたってお送りしてまいりました今回の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います。そしてどんなことでも自由に発言できるメディアであり続けるために、私たちはあえて企業のスポンサーを持ちません。ですから皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行00950-6-238014、00950-6-238014、または近畿労働金庫吹田支店です。普通口座8788810、8788810、あるいは路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますので、そちらからでも確認いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube でお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。新しい回がアップされるたびに通知が来ますから、聞き逃しがありません。それでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイリーオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。